夢の BI4 カムトゥルー。また一つ国境が消え去りました。また一つ時代の新しい扉が開きました。バトラーズのミスター蹴落とし男池田大輔が全面参戦であります。この全日本プロレス97スーパーパワーシリーズ、いよいよ本格的にボーダーレス時代を迎えました。日本のプロレス界、身長185センチ、体重100キロ、体一つでこの未知の体力に乗り込んでまいりました池田大輔であります。夢の BI4 炸裂直前、完熟果実を丸ごと柔らか冷凍、果実丸ごとフローズンとミルクバー。ちょっとちょうだい。いや、丸ごといろいろ。グリコ。男も一緒につけてほしい。エステートツインジュエリー。銀座ジョアン翼中巻、新宿本店新宿駅東口前。風に吹かれて、一人で平気ですから。私のアイスタンドアローン。 Ancient civilizations left us messages, and now we see the future in this LSI. The future is on LSI Zone.彼女をその気にさせたのは、眩しすぎる太陽とよく冷えたハイネケン。ハイネケンエヴーグリーン。例えばこんな使い方もフィクションではなくなる。お金の新しい形、 The Future of Money MasterCard。 幸せは作れますか？幸せはね、フォレット、新しいデザート、今キャンペーン。プラドモス、時間を忘れる地球遊泳だった。 4WD スピリッツランドクルーザープラド、クノの3ドア新登場。力はラッシャーに、そしてババから池田に、なんとカラーボールが渡りました。これは名誉であります。池田、さあ場内大歓声が池田を待ちます。今ぎこちないフォームで1階席のお客さんに投げ込みました。さあ今度は2階席、さあ馬場の指示で今度は一番遠いところのお客さんにカラーボールを投げれて、ペコリと頭を下げました池田大輔であります。おっと、いきなり激しいロックワークだ。さあ待ち受けるクロスのチョップは読んでいました。エーゲン遥かであります。いつものシックスメンタックに比べまして、ややピリッと引き締まったような雰囲気を感じるのは、この池田大輔が全日本プロレスに参戦しているせいでありましょう。押し込んでいったのはエーゲンです。赤コーナーで戦況を見つめる池田、まだ今日は試合の権利を譲り受けておりません。押し込んでいったのはラッシャー木村であります。お、池田に何やらイチャモンをつけておりますエーゲンです。バトラーズから今シリーズ、この池田97スーパーパワーシリーズに5月の21日の徳島、そして24日のホール以外は全日本マットに全戦参加ということになります。ぐーっと戦況を見つめる。おー、さあ池田、今日最初のリングイン、どんなファイトを見せるか。大きな池田コール、おニヤッと笑みを浮かべている。この笑みは自信の表れか、それともプレッシャーか。さあ井上だ、悪役紹介は井上だ。現在29歳、昭和43年2月13日、熊本出身の池田大輔であります。さあ
キックでいった、いきなりいった。池田に言わせますと、この蹴り倒すことをボテクリコカスというそうです。平成のボテクリ男池田、この井上を相手にどんなファイトを見せるか。さあ押し込んでいったのは、しかし井上の方だ、低い体勢からぐっと腰を伸ばしていったぞ、髪をつかむ、お表情変わってきた、あっと、さあ一歩も引かない、池田に引けを取るわけにはいかない井上雅雄。今シリーズでは初めてアジアタックに挑戦する井上、おっと、もう意地の張り合いだ、のしかかる、池田のしかかる、場内からは雅雄コールが、雅雄コールだ。さあ井上雅雄、いつになく非常に厳しい表情を見せております。さあこの井上をボテクリこかすんでしょうか池田。ファミリー軍団と悪役紹介のシックスメンタックマッチ、ぐーっといつにも増して厳しい試合展開となっております。池田とそして井上雅雄が試合の権利を握っております。お互いに黒のショートタイツ、黒のロングブーツが池田大輔フロムバトラーズであります。さあ体を入れ替えた井上だ、押し込んでいく、顔面を押さえているぞ、顔面を押さえている、エーゲンがタッチしようという体勢を見せているが譲れません、おっと顔面滝むしり、これは反則、体を入れ替えます。さあ池田はどうする、池田はこの窮地をしのぐのか。さあおっと目が座ってまいりました、井上そして池田、ガーッと厳しい目つきで熱視線を井上雅雄に投げつけます池田。さあジャイアント馬場とタッグを組むことが夢と常々話しておりましたこの池田、でっかい夢が実現しました。試合の権利があるのは井上、あったいた、いた、右の耳のあたりズバッと決まりました。バトラーズからこの未知の全日本プロレスという大陸に単身乗り込んできた池田、伸び伸びとファイトを展開しております。さあ行った、行った、上が池田であります。バトラーズというのは3カウントルールがありません。従いまして普段行っているルールは KO かギブアップかまたは TKO で勝敗を決するというのがこの池田の得意なファイトスタイル。さあ腕ひしぎだ、腕ひしぎ取り返した井上、おっと、いや三度今度また取り返した、あった入った、腕ひしぎ逆十字入りましたがロープブレイクを指示しております。あちょっとやや不安げな表情を見せております池田。あっという間に試合時間5分を経過しました。シックスメンタックマッチ、ジャイアント馬場、ラッシャー木村、そしてバトラーズからやってきた池田大輔の3人が口エーゲン井上雅雄の悪役紹介との対戦であります。さあ池田ゆっくりと歩を進めてまいります。試合の権利はやや池田大輔が試合のペースは掴んでおります。さあ腕を取りに行く、丸めていきます、腕を取った左の腕だ、井上の左の腕丸めていきます。この辺りはやはり3カウントなしで普段戦っている池田の方が1枚上手が、おっと蹴っていった、ボテクリ焦がしていきます池田、踏みつける、あっといった。さあ井上もしかしやられっぱなしというわけにはいかないぞ、おっとラリアット大チャンボンバー炸裂、池田大輔メジャーのマットでやりたい放題。さあ井上雅雄、この辺りから全日本プロレスの厳しさを切なさを教えていかなくてはいけません。さあ腕を取りに行っております井上であります。今シリーズは初めてアジアタック選手権に挑戦することが決定しておりますこの井上雅雄、試合の権利はほとんど動いておりません。まずこの試合先陣を切ったのはエーゲントラッシャー木村でした。そして木村が池田に、そしてエーゲンがこの井上雅雄にタッチをしてからは一度も試合の権利移っておりません。さあ踏みつけていくぞ井上、踏みつけていく、全日本のマットで好き勝手はさせないぞ。
ここで福島さなぶにタッチであります。さあ福島さなぶ余裕の表情です。余裕の表情。ハイキックを、ハイキックをどうだ、もう一発打ち込んでいきます。左の腕をコンパクトに丸め込んでいきます。さあオン対ジャイアントババが池田のアシストに入ったぞ。まさに一周、まさに一周一蹴りでありました。さあブレイクはしましたが今度はスリーパーに捉えていくか福島さなぶ。この辺りはやはり試合巧者。今度は足を取りに行く。さあ馬場が、馬場がピンチと見るとスルスルっとリングインします。牽制いたしましたジャイアント馬場。さあ秋秋紹介はエーゲンだ、エーゲンだ、ストンピングを打っていくぞ。さあ池田、全日本プロレスのメジャーの厳しさを教え込んでいきますエーゲンです。さあエーゲンが熱い、スリーパーホールド、ぐーっとぐーっと池田の喉元に食い込んでいる。エーゲンがマジです。目が笑っておりません。左の足、いやロープブレイクまだ認められておりません。完全にロープを通過しなくてはいけない。ここでようやくロープブレイク認められました。さあいつものようにエーゲンはるか、コミカルなファイトというわけには今日はいかないようです。さあキックを打っていくぞ。先ほどのお返しとばかりに池田、さあさあ馬場のアシストだ。夢の BI4 炸裂か。さあおっと池田は下がります。池田は下がった。さあ馬場が、馬場が池田と口の間に下がります。おお、お前は下がっておれとジャイアント馬場池田に指示を出しました。さあ試合の権利はジャイアント馬場と、そして福島さなぶであります。さあロープを背にして逆水平です。的確にヒットしていきます。さあ馬場も今日は非常に積極的なファイト、普段ですと受けて立つというスタンスなんですが、今日はジャイアント馬場自らグイグイと歩を進めていきます。さあ福島さなぶが青コーナーの様子を伺っている。カットのタイミング、いやタッチのタイミングを伺っているぞ。さあ組み合おうというところ、バックを取ったのは口です。押し込んでいくぞ、青コーナーに押し込んでいくぞ。さあ井上とエーゲンもリングインした。3人がかりの攻撃だ。悪役紹介、まずはパンチを、そして逆水平を、そして口はレフェリーが制しております。あっと16問ハイキックが待っておりました。場内からはさざ波のようにエーゲンコールが沸き起こってまいりましたが、あっとさあ組み合った、バックを取ったジャイアント馬場だ。さあ池田入った。さあ2人がかりの攻撃、キックを胸元に打っていきます。さあもう一発です。さあ馬場から試合の権利はラッシャーに移っております。ラッシャーに移っている。試合時間10分を経過しました。シックスメンタックマッチ、バトラーズからやってきた池田大輔を含んだファミリー軍団一体悪役紹介のシックスメンタックマッチであります。ニュートラルコーナー押し込んでいったのはラッシャーです。さあ喉元にチョップを打ってくる。サイドネットロックからグーを打ち込んでいきます。さあおっと試合時間10分を過ぎて今日最初の A ゲン場外転落であります。嫌な予感がしてまいりました。さあ放送席前だ。この A ゲンの上半身がくるっと反転したら危ない。おっとあー放送席が見てる。おっと池田が行った。発射ボタンを押したのは池田大輔でありました。場内からは池田コール。さあお逆サイドから向こう上面からエーゲンはるかリングに舞い戻ってまいりましたが、くるっとまたもや上半身反転、向こう上面のお客さん、あと左45度に飛んでいきました。本部席のあたり2度目のツバ攻撃であります。初夏の香りを運んでまいります。エーゲンはるかのツバ攻撃だ。あっとプロレス雑誌のカメラマンの脳天を直撃してしまいました。エーゲンはるかであります。さあキックだ。これは強烈なキック。さあ池田とエーゲンが試合の権利を持っております。さあ喉元エーゲンはるか、これは効いたぞ。持たれます
ニュートラルコーナーにまた連続、もう一発、もう一発か。さあこのエーゲンを、エーゲン相手にボテクリこかすか。池田もう一発だ。さあ池田、期待通りの元気のいいファイトを展開しております。さあ永遠の目が座ってまいりました。いつものような気のいいおじさんではありません。さあ右手を伸ばしたぞ、右手を伸ばしたぞ、ハイキックだ、池田にハイキック。さあ淵正信、この池田に全日本プロレスのメジャーの厳しさを、切なさを教え込んでいきます。青コーナー、やりたい放題だ、やりたい放題。さあしかしここに、おっとジャイアントババ、ババ乱入であります。悪役紹介にババ乱入、肩は肩がついた。試合の権利があるのは池田と、そして淵、悪役紹介井上正夫にタッチであります。先ほどこの2人熱いファイトを展開しました。さあボストンクラブに入ろうというところ、あ、おっとまだ浅いか、まだ浅いか、肩が完全に返っておりません。ボストンクラブに入ることができませんでした井上雅夫。さあ今度はエーゲンだ、エーゲンが、エーゲンが、おっとボストンクラブ大きく場内にアピール、おっとこれは珍しい、エーゲンのジャイアントスイング、いいものを見せてもらいました。さあそしてバックドロップ、豪華バックドロップリレーであります。エーゲンのジャイアントスイングから淵のバックドロップだ。今ようやく上半身を起こしました池田であります。さあもう一度バックを取ったぞ、2連発だ。世界のジュニアヘビー級王座を守り続けた淵のバックドロップが2連発でありました。そしてエーゲン遥か、笑っていないエーゲン遥か、ヘッドバットを持ってきたぞ。的確に池田の額を捉えていきます。そしてロープに振り返したのは池田、ドロップキック。さあさあ今度はババのアシストを得るか、夢の夢の BI 砲が炸裂するんでしょうか。向こう正面、こちら側ジャイアントババが待っております。さあ2人がかりで振った、16も。さあ今度はダッシャーに振ったぞ。さあ池田が井上と、井上とやり合っている、その間に川塚から落としていった、落としていった。そしてコンパクトにカバーはどうか、決まりました、カウント3。おお、しかし試合は終了したんですが、池田と井上がやり合っております、やり合っております、収まりません両者。おっと、さあ全日本プロレスの練習生を中心とした若手が必死の思いでこの2人をブレイクいたします。ああ、池田全日本プロレス参戦2戦目にしてやりたい放題のいいファイトを展開しました。これはやはり井上雅夫としても腹の虫が収まらないところでしょう。今右手を高々と突き上げました池田であります。勝負タイムは14分と56秒。これは池田にとっては何より嬉しい。ジャイアント馬場が今池田の右腕を大きく高々と突き上げました。僕は釣りに飽き飽きしていた。まだ日が高いわよと言ったが、喉を通っていく冷たさを思うと我慢できなかった。ひんやりうまい白鶴生貯蔵酒、白鶴です。突然姑がアルツハイマーになった。嫁としてできることとは、家族とは、そして夫の愛とは。アンパンマン、まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。2日目の全日本プロレスのマットだったんですが、今日は馬場さんとの同じリングということだったんですけれども、率直な感想を聞かせてください。いや、もう嬉しいだけです。はい、今日あの試合始まった時にですね、カラーボール投げもありまして、ボール3つもね、じゅんぐりに投げさせられましたが、いや、最初のコンビネーションで、はい、嬉しかったです。はい、
何か試合前ですね、馬場さんとお話とかっていうのことはなさいましたか？いや、軽く冗談言われたんで笑ってそれで終わりました。はい、持ち前のこう元気のいいファイトが展開できたと思うんですけれども、いかがですか、ご自分では？いや、馬場さんに助けていただいたところがいっぱいあったんですけど、はい、まあ、馬場さんの手のひらの中で、はい、暴らさせていただきました。はい、でいろいろですね、捕まっている時も馬場さんがこうカットに入ってくれたりとかですね、そういう場面も何度もあったんですが、はい、いや、気にかけていただいただけでも、はい、ありがとうございます。非常に外から見ていても、こう馬場さんとの試合っていうのをですね、コンビを非常に楽しんでいるっていうような印象を受けたんですけれども。そうですね、もう、自分は試合やるときはもう楽しんでるんで、はい、いっぱいいっぱい楽しみたいです。はい、そして場内の反応も素晴らしいものがあったんですが、どうだったでしょう、耳に入りましたか？はい、嬉しい限りです。はい、今後まだまだこの全日本プロレスの試合続きますが、一言お願いします。これからも頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。左、三沢ミサル三冠王者、そして右、現アジアタックチャンピオンの秋山純です。そしてこちら、おっといきなりスクラド、おいっていった、ウィリアムソーラクロス奇襲作戦であります。今ようやくゴング、30分の一本勝負、ダブルのショルダーです。ダブルのショルダースルー、いきなり三沢と秋山を突っかけていきました。三沢は場外です。ウィリアムスが追っていきます。さあロープに飛ばして、秋山エルボー、倒し返していきました。ラクロス、場外ではウィリアムスが大分した。さあキック、おっと、試合開始立ち上がりから修羅場を迎えております。後楽園ホール、いきなりスクロイダー、秒殺か、秒殺か、固めた、どうだ、おー、2カウント、2カウントであります。放送の解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、はい、いきなりラクロスとウィリアムスが突っかけていきましたね。そうですね、まあ、ラクロスもね、はい、いっぺん秋山に早いうちに本当に、ま、負けたことがあるんですね、それはもう忘れないと思うですね。レスラーというのはそういうものですか。さあ試合の権利があるのは秋山純と、そしてラクロスであります。おー、しかしラクロス大の字、秋山純もちょっとどこかを痛めたか。三沢ミサルが代わって試合の権利を得ました。まずは青コーナーのウィリアムスをエルボーで落としていきました。そしてボディスラムです。ニュートラルコーナー、さあトップロープを目指します。トップロープ、タイミングを上がって飛んだ、ダイビングロー、ボディープレス早くも炸裂、2カウントです。今シリーズ最終、おっと、おっと、いきなりいくか、これはウィリアムスカットに入りました。三沢ミサルであります。さあバットのうまく体を反転させていきました三沢ミサル。ウィリアムスのバックドロップを食らうわけにはまいりません。ようやくこのチャンピオンカーニバル終わってから1ヶ月のオフの間に首の痛みも癒えました三沢ミサルです。さあフォアスラムだ、カバーには入らないぞ、入らない。ここで青コーナーはウィリアムスに試合の権利が移っております。スティーブ・ウィリアムスと秋山純であります。さあウィリアムス、ニュートラルコーナー、対角線に振っていったぞ、浴びせていく、かわした、秋山かわした、エルボーだ、対角線、今度はエルボーを打っていったのは秋山です。さあもう一度対角線に振って、ジャンピングに王を倒す。この辺りはパワーが勝っているウィリアムス、エルボー連打で打ち込んでいくぞ、倒します。さあウィリアムス右のエルボーだ、キックで、さあいきなりの、いきなりのドクターボム、早い展開、2カウントであります。さあラクロスが三沢、おっと2人がかりだ、ラクロスとウィリアムス、三沢を料理するか、ダブルのショルダー。さあ三沢と秋山純、三沢と秋山純が、おっと三沢は、そして今場外に秋山純がうつ伏せだ。ニュートラルコーナー、トップロープにはウィリアムスだ、ラクロスが抑えているぞ、三沢はまだ場外、戻れそうにない。さあ2人がかりの攻撃。さあトップロープからセカンドロープから落としていった、なだれ、そのままカバー、2カウントです。いやー馬場さん、しかし早い展開。そうですね、まだね汗も出ていないうちですからね、さあ
エルボーでかわしていこうというところ、バックを取った三沢が戻ってきたぞ。三沢はエルボーだ、ウィリアムスにエルボーだ、エルボー、ロープの反動を使って重みのあるエルボーを打った、足に来たか、足に来たか、ウィリアムス後ろから突っかかっていったのはラクロス、スピンキック、エルボー、さあ三沢ロープに飛んだ、エルボーは大手や、さあうまく捉えました、ラクロス、三沢の腰だ、腰のあたり、先ほど三沢は場外の鉄柵攻撃で腰を痛めているぞ。さあその三沢をウィリアムスが追っていった、リングの中は秋山と、そしてラクロスだ、力が出たラクロス、さあおっと場外でもう一度ウィリアムスが鉄柵、三沢の腰です。さあ谷中の攻撃、おっと前から後ろからラリアットだ、喉元と、そして円髄にぶっとい腕が踏み込んでいきました。殺人バックドロップ炸裂、試合が違う、おめでとう、あっという間、あっという間のセミセンセメント、スティーブ・ウィリアムスが殺人バックドロップ一戦、秋山潤からスリーカウントを奪いました。輝いているあなたが大好きです。エンショップ竹藤。約束を守るのは俺の信条だ。約束を守った数だけ人は大きくなれる。約束という名の会社、プロミス。確かなものなど何一つないか、自分の楽園は夢に描いて、いらの道の向こうにあるという、まだ見ぬ光を胸に抱いて、確かなものなど何一つないか、自分の楽園は夢に描いて、雨に打たれても風に流されても、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。